まあ電子レンジに電子レンジで温めますか、よろしくお願いしますみたいな感じで、昨日駅前でふとコンビニから目を病院のある方に移したんだよ。そしたら MRI っていうか MRI 検査ができる施設のある病院が駅前にあって、あれここに気づかなかったの、あれあんまり注力散漫だったなと思って、駅前にあるじゃんと思って、 MRI ってわかる、まあ体や脳みその断面図、脳みその断面図は取る、まあ取るのかもしれない、ナーブって言ってさ、神経の関係の神経外科かな、ナーブっていうか、ナーバスとか言うじゃん、ナーブ、神経のことナーブって言ったけど、脳神経だったり、まあ体を動かすのも全部神経でつながってるんで、全て脳が命令してるかどうかは分かんないんだけど、神経外科の病院が駅前にあったんだけど、そこは MRI 検査ができる、電磁波で体の断面図を取る、そういうまあ機械があるんだろうな、施設があるんだろうな、その病院には MRI がある。その断面図を取るっていう、断面図を取る方法だったり体の中を撮影したりする方法には大きく分けてっていうか、まあ、細かく見るためには大きく分けて2つあって、その MRI みたいな電磁波、まあ、だから電子レンジみたいな、電子レンジと仕組みは一緒かどうかっていうのは全く一緒じゃないよな、人間が電子レンジ入ったら真っ黒になっちゃうんだけど、それでな、まあ俺の友達の中にはミュージシャンも多いから、おしゃれタトゥーが入ってるやつもいるんだよ。俺ないんだよね。タトゥーっていいとか悪いとかじゃなくて、いいとか悪いとか、まあその偏見の目っていう意味でね、風評被害で、あいつタトゥー、おしゃれタトゥーが入ってるから、もしかして悪い人なのかな、君たちを脅すためにタトゥー入れてんのかなっていう偏見を植え付けて、そのタトゥーに対する偏見を持たれると嫌だっていう人もいるかもしれないし、まあたまたま俺は入れなかった今までな。でこれから先も入れないし、タトゥーショップの宣伝もしません、ね、でタトゥーがあると、実はタトゥーの顔料っていうかね、色、まあ、黒だったり、まあ、いろんなものが、まあ、そのタトゥー、まあ、絵描くじゃん、簡単にな、しっかりな彫っちゃうじゃん、あれをすると顔料の関係で、MRI って電磁波じゃん、その顔料がバチバチと焦げてる、だから電子レンジに、まあ、アルミホイルとか入れたらバカバカバカってこう火花が散ったっていうのを見たことあるかもしんない、テレビでだけかもしんないし、君たちの生活の中でたまたまアルミと一緒に電子レンジ入れちゃったっていうやつがいて、まあそれと同じ状態が人間の体に起こるから、タトゥーの入ってる人は入れずにね、MRI 検査、その場所に関してはもちろんそうだし、まあ基本的に受けられにくいのね、その医療行為をね。だからそのために俺は生涯タトゥーを入れないかもしんないっていう、ね、まあ体が大変な時になった時に検査で分かるんだったら、タトゥーがないってことはその検査でいいの。だからMRI ともう一つは CT っていうのが有名な、体の中を CT スキャンって聞いたことある人はあると思うよね。すごい先進国じゃなくても CT スキャンの施設のある病院ってあると思う。CT スキャンっていうのは、まあ、いわゆるトモグラフって言って、正式名はね、放射線科の管轄なんだな。だから、放射能っていうか、まあ、レントゲンの一種なんだよ。いつかも話したように、放射能で体の中を撮影するっていうか、そういう感じ。だから、タトゥーがない場合で MRI で
分かる、 MRI 検査撮影だけで分かる、あの病気の場合だったりすると、あのわざわざレントゲン検査を受けなくても、放射能を浴びなくても、電磁波だとしてもね、ちょっとあの MRI 検査っていうのを受けたことあるやついるかいないか分かんないけど、あの機械に入るとガッタン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 って、まあ、工場の一定の音楽がかかって、まあ、トランステクノのレイブパーティーに、レイプじゃないよ、レイブね、だからダンスパーティーに、トランステクノっていう、まあ、四つ打ちの音楽のイベントがあるんだけど、その会場で四つ打ちがどんこんどんこんいってるような、そういう音の中に、まあ、数分間か、まあ、一定期間入って検査するから、その音苦手だなっていう人もいるかもしんないけど、俺は特別苦手じゃないんだよね。だから、いいチャンスだなと思って。あの、いいチャンスっていうか、まだ、その、放射能を浴びなくても、わかる病気なら、俺はタトゥーがたまたまないから、友達に数人いるかもしんないけどね、おしゃれタトゥーを入れた人がね、特別君たちを脅すためにタトゥーを入れたわけじゃないかもしんないし、うん、俺はたまたま入れなかった、体のどこにもないんだ、だからタトゥーショップのコマーシャル広告も俺は手伝わないし、だからそういう理由、医療行為が受けられるか受けられないかっていう理由だけで、まあ、タトゥー入ってても CT で撮影すれば分かることもあるかもしれないので、まあ、CT 放射能浴びるからいいよっていうんだったら、まあいいんじゃない、原発が爆発しようが原子力爆弾が頭にドカンと折ってこようが構わないって人と、まあ近いっちゃ近い、俺よりは近いよな、そいつはな。で、あの、まあ、そういう医学的なことをどうして俺が、なんて興味を持ってるかっていうと、まあ、俺はもう、1969年生まれで、今年54歳、あ、今年の9月で55歳なんだ。だから54歳なんだ、現在な、9月まではな。9月の誕生日で55。今54なんだ。で、まあ、ニューヨークのおしゃれなディスコで、昔あったのかな、今あったのかどうか知んないけど、54っていう、まあ、54番街か、54番ストリートかにあった、あの、有名ディスコがあるんだけど、俺9月までディスコ状態か、ディスコおじさんなのかな、9月以降はどうなのかなとか、ジャズだったら51とか52あたりの、あの、バンチじゃないのって、ニューヨークのジャズで盛んな、あの、ライブハウスっていうか、その箱にしては、52番街あたりかなっていう、まあそういう、まあバンチの話ね。まあ、その地域的な話で、俺の数字、俺の、あの、年齢、今ディスコ状態っていう、来年なんだよ、55ってないよ、とか思ったんだけど、まあ、ジャズはもう、経過しちゃったの、通り過ぎちゃったかなと思ったんだけど、実際自分で演奏するには、ジャズっていうのは、これからが俺の課題なんであって、もしかして、52かな、52番街だったと思うな、だから52かな、5番か忘れて、そこら辺あたりでジャズの、まあ、ライブハウスっていうか、箱があんね、演奏するとこがある。だけど、まあ、そこは、実は、経験済みではなくて、これからの楽しみにとっておくんだけど、54は、まあ、ディスコ音楽は、まあ、ある一定期間中十分聞いたし、今でもたまには聞くけど、まあ、四六時中同じタイプの音楽を聴きたくないっていうのもあるし、まあ、そうだな。まあ、9月まで、俺の年齢に関して、54なのか、あの、ディスコ状態なのか、有名ディスコ状態なのか、いや、そんなダジャレいらない、みたいな感じなんだけど、まあ、医学に興味を持ったとか、医療関係に興味を持つ、まあ、年齢とともにその体にガタが来るし、もちろんね、だから20代前半の頃から、まあ、音楽とっても好きだったし、まあ、ずっと好きなんだけど、まあ、中学生あたりからね、特にね、珍しいのか、あの、
好きだったんで、音楽を聴くときに、演奏するときに、マリファナっていう、いわゆる、まあ、今アメリカでは合法の動きに入って、州によっては全然、所持グラムによって、所持オンスかグラムによっては、全然合法だから、もっと他の薬物とも、合法化にも進んでですね、他の国でもそういう地域いくつかあるんだけど、まあ、若い時、海外で、まあ、しかも何十年も前、30年以上前かな、まあ、マリファラっていう、まあ、大麻だよね。大麻草をやると、音楽聴く時に、俺にとってはね、分析、音楽、その、自分が聴いてる時に、とっても分析するのに、音楽をね。だから、俺音楽かなり理論的な話を、全然音楽理論知らない人にとって、何このちんぷんかんぷんな数字の話言ってんのみたいな感じが。まあ、そういうのが、まあ、分析しやすいように、聞こえたような気分になるし、まあ、そのマリファナの影響下がなくなった時も、その分析しやすかったっていう経験があるんで、影響下から冷めた場合ね、まあだからその作用が終わった後もね、で、そういうか、マリファナ関係の書物がとっても読むのが好きだった実際、マリファナを摂取できるというか、吸ったりな、そういう機会、チャンスっていうのはそんなになかったんだけど、一生のうちで。もっとやりたかったら、日本でも合法になればよかったのになぁとか思ったんだけど、それは、アメリカにものすごい媚びへつらってる岸田文雄首相っていうのがいるだろう。あいつが合法化する気ないらしいんだよ。アメリカにビジネス関係な、お金関係では媚びへつらえば、結構お金関係でいいから、国賓待遇で、優遇されると、嬉しそうにツーショットで映ってたよね。岸田文雄首相、自由民主党、日本国の自由民主党な。フランスにも自由民主党ってあって、フランスの自由民主党と日本の自由民主党は、また、政治の仕方っていうか、政治家たちの考えもいくつか違うから、日本自由民主党っていう、まあ、頭につけないと、お前自民党って言ってるけど、俺たちフランスの自由民主党になんか何癖つけんのって言われてやると困るんで、日本自由民主党の岸田文雄ってやつが、まあアメリカの、まあ金魚の糞だよな、まあ、金魚の尻尾だよな、まあそういう状態なんだけど、はっきり言ってやる。でな、なんで俺アメリカの政治家に媚びへつらう政治家嫌いかっていう、日本の政治家でアメリカの政治家に媚びへつらう政治家嫌いかっていうと、日本の政府与党の政治家、今までの過去のまあ大多数の政府与党の政治家っていうのは、まあ金銭があれだったんだけど、まあ金銭に絡む関係でアメリカに媚びへつらってたし、軍事関係で守ってくれるんじゃんっていう、アメリカしか守ってくれないだろうとか言ってんだけど、アメリカ軍の兵士が過去に沖縄で日本人の少女をレイプっていうのは強姦な、だから性的にもエッチなことを嫌がってんのにバッと無理やりやって、で日本の法律で裁けなくてアメリカへ帰国させちゃって逃がしちゃってな、でも日本で罪を切る刑務所入れることできなかった。え、アメリカ守ってくれてんの？アメリカの兵隊って日本を守ってくれてるかっていうと、実際日本人を傷つけた時には守ってくんないよね。だからアメリカの兵隊は守るけど、日本人守ってくれるのかっていうのは、実は法的にもな、現在のところアメリカが強いだけで、日本は全然守ってもらってないかも。え、いざという時守ってくれるのっていうの、そんな確証あるのっていうな。
だからそれを君たちに信じ込ませようとして、アメリカしか守ってくんないじゃんとか言ってるけど、まあビジネス関係、お金関係な、お金がどういう動きで、まあアメリカと政治家同士がな、そういう密約って言っちゃ悪いんだけど、まあ商談だよ。あのね、政治家っていうのはまあビジネス好きだから、ね、政治を続ける自分の立場をずーっと利用したいっていう時にお金いるよ。な。本当にまあ、日本国民とかな。一般庶民、まあ普段生活している、まあ、人たちのことを考えてるような振りはできても、できないよね。まあそういうことをくどくど言うのはまた別の回にしようと思ったけど、かなり言っちゃったなっていう。で、医学に興味持ったっていうのは、その、タイマーに関する研究の文章を読むの好きだった。その中で、アンドリュー・ワイルって、日本語表記ではアンドリュー・ワイルと表記してあるんだけど、英語発音はどういうかわからない。アンドリュー・ワイルとかいうラジオでも言ってるし、まあ、日本では有名じゃない医学博士がいるんだけど、医学博士の博士号を取った論文で、大麻研究に関する、博士号の資格を取るときに大麻研究の論文で博士号を取ったアンドリュー・ワイルっていう人がいるんだ。ワイルっていう人がな、アンドリュー・ウェイルって発音してるけど、俺たち日本人が本屋さんで見るとき、アンドリュー・ワイルの書籍を若い頃から読んでた。もう30年40年近く読んでるから、で最初の医学論文も大麻研究だったんだけど、それ以降は別に大麻研究オンリーじゃない、医学博士だから他の研究もするの。でいろんな、まあ、薬用植物とか自然治癒力とか免疫科学とか、果てはメンタル関係の、うつ病関係の。で俺去年までっていうか、まだちょっとまだ残ってるんだけど、肌荒れで困ってたのよ。肌荒れっていうか、いわゆる体の水虫な、インキンタムシ、まあこれちゃんとした説明するから、インキンタムシっていうか、ジョックイッチっていうんだけど、英語ではね、医学用語でジョックイッチっていうかわかんないけど、まあ体の白癬菌っていう、まあ、カビだよね。カビっていう、常在白癬菌っていうのは人間誰しも持ってるから、普段の生活毎日清潔に風呂に入れば常在白癬菌を清潔にすればいいとかいろいろあるんだけど、それ以外にも体のいわゆる免疫状態っていうか、分泌物っていうのかな、だからサイトカインっていう、ね、の数値があるんだけど、サイトカインね、カイン、サイトカインっていう、その体の中の数値を測る検査が最近行われたんだけど、サイトカイン検査っていうのは、俺メンタルの病院で測ってもらおうとしたら、ものすごく高いからやめろって脅されたんだよね。地元の岡山県のね。で、なぜサイトカインの数値を自分の体の中のサイトカインの数値を知りたかったかっていうのは、サイトカインっていう物質が、まあ、数値が多いと、うつ病に、うつ傾向が現れたりとか、カインって何？塊っていうか、シュガーケインのこと？サイトケイン、コケインのこと？コカインのこと？だから、その、体の中の覚醒剤的な、コカイン的な、違法薬物的な数値が上がると、実は、映画とか見てると、俺はコカインを自分で取引して、摂取した経験はないのね。たまたま飲み物に勝手に入れられたとか、食い物に勝手に入れられたとかっていうのはあるかもしれないよ。でも自分で、買う金ないから、資本力がな。資源がないんで、自分の経済力ではな。コカインを毎日のように買うとすると、とっても困るんだ。で、その、サイトカインの数値が上がるっていうか、コカインに関する
映画で見たんだよ。映画でな。俺の生活ではないんだけど、映画の中での話で、サイトカイン依存症の女の子が、私、コカイン中毒、あ、サイトカイン中毒、コカイン中毒の女の子が、私コカイン中毒でしょ。だからあそこが、ガビガビで困るのよっていう。あ、それでいろいろ考えあぐれたんだな。だからその、体の中の、うつけ気候とか、免疫力が落ちるようなサイトカイン数値が上がったら、そういう免疫力落ちたり、うつけ気、メンタルの面では、うつ状態が続いたりするんだけど、そういう状態と、もしかしてコカインの状態と一緒なのか、俺のメンタルがもしかしてうつな状態で、その体の中にサイトカインがな、コカインはやってないけどね、取引は。やった経験ゼロだし、そんな資本力ないから、そういう状態、サイトカイン数値が上がってる数値、体の状態で、まあメンタルもちょっとやられちゃって、君たちにちょっと、YouTube 見てる人たちに、このエキサイティングだけどちょっとネガティブなおっさんだなと、見てる人もいるかもしれないけど、それもしかして俺のサイトカイン数値と関係あるのかもしれないんで、大変申し訳ないんですけど、まあ、サイトカイン数値によって肌荒れもするんだ。免疫力下がるとアレルギーになったりとか、花粉症とかな。まあ、花粉アレルギーとか言うじゃん。まあ、他のアレルギーもあるしね。いろんな物質のアレルギー、免疫力って大切だから、免疫力上がると、サイトカイン数値が下がる。免疫力上がると、そういうアレルギー物質な。だから、肌荒れもアレルギーによって発生する場合もあるんだけど、アレルギー物質が、アレルギー体質になるってことと、サイトカインは関係ありそうなんだな。免疫力とな。それとメンタルの面な。で、俺が、下半身の、肌荒れに困ってて、まあ、いわゆる、陰菌タムシじゃないかとか思ってたんだけど、まあ、下半身って、まあ、俺の体の中には、粘膜ほど薄くないけど、やっぱり、尿を排尿するとこ周辺な、まあそれにまあボールの関係な、野球の分かんないけど、まあ2つあるじゃん、男の子に。そこら辺がまあ肌は薄いし、粘膜とまでは言わないけど、肌のはまあ面の皮は厚いとか言うけど、薄い方だよな。だからそこに顕著に現れたんだと思うんだ。サイトカイン数値下がってるから俺の肌荒れ起こったんだな。免疫力下がってんのかなとか思って。肌荒れっていうかな、ジョック一致な。陰菌たむしで。すごい悩まされて、痒くて、もうイライラしてたし。まあ、それで、アンドリュー・ウェールの書物を読んでるうちに、いろんなそういう自然治癒力とか免疫力に関することに触れた、文章もあったんで、まあ目を通してみたんだけど、その中でまあ肌で、まあうつ病うメンタルの関係の書籍もあるんだけど、そこを読んでると、最近ではアーユルヴェーダとかいう、なんかこれインドなのかな、インドの医学なのか知んないけど、アーユルヴェーダっていう、まあインド自然治癒法っていうか、まあ医学かどうかわかんないけど、それもしかして効果的なそういうアーユルヴェーダの方法もあるのかとか思って、俺別に普段お化粧、男性用化粧品でものすごくうっとりしたくはないんだけど、で今日っていうか、前回も買ったんだけど、これ2本目なんだけど、ドラッグストアに行ったら、このアーユルヴェーダってこれ映ってる。アーユルヴェーダとか、アーユルタイムかな？なんとか言ってる。アーユルタイムね。愛のファンだもんね。石田あゆみさん、とっても子供の時からアイドルだもんね。アイドルっていうか、まあお姉さんだもんね。石田あゆみさんの、ねえ。彼氏羨ましいなとか思っちゃうけど、まあそのアユとは違うんだけど、アーユルっていう、アーユルヴェーダっていうなんか治癒法があるらしいんだね。インド地方っていうか、まあああいう東南アジアからもっと南のあたりの
それでそれに関する入浴剤があったから、俺これ2本目買ったんだけど、その中でもどれ買おうかな、お試しセットもあるんだけど、お得用だったらもうピンポイントで買っちゃおうと思って、俺ユーカリ&シダーウッドっていうのを2回とも選んだんだけど、前回も今回も選んだんだけど、どういう成分配合かというと、ユーカリ精油ね。ユーカリっていうのはまあコアラが食うじゃん。コアラの餌だよね。ユーカリの葉っぱってね。だけど、ユーカリから油が取れるんだよ。で、コアラって実は口の匂いかなり、咳止め薬みたいな匂いがするって昔、誰だっけな、なんとかスペクター、デイブ・スペクターさんの、もう40年ぐらい前ね、それもな、45年ぐらい前の、本に書いてあったんだけど、まあ、コアラの葉っぱって結構、香りがきついらしいんだよ。で、油も含んでるし、ユーカリの木がたくさん咲いてるところは、生えてるところは、油、葉っぱに油もあるし、木にも油があるんで、山火事が起きた場合に、まあ、いわゆる、キャンプ生活してる人が火を起こして、たまたま木に、まあ、森や林に燃え移ったら、油をたくさん含んでるから、かなりもう山火事が長引くことがあるらしいんだけど、まあ、その油が多い、取れるけど、その香りのきついユーカリ精油って、あとシダーウッドね。シダーウッドってのは俺はよくわかんないんだけど、まあ、ユーカリにその薬用成分がどういう成分があるのかどうかっていうのは、これにははっきり書いてないんだけど、アンドリュー・ウェール、アンドリュー・ワイルっていう日本語表記なんだよ。アンドリュー・ワイル医学博士の、過去の書籍によれば、ティーツリーオイルっていう、まあ、それも油をたくさん含んでる、ね。まあ、オーストラリアやニュージーランドあたりで取れるのかな。まあ、他の地域でも栽培しようと思ったら取れるかもしれないけど、まあ、火の元には気をつけた方がいいような、まあ、植物なんだ。火はなかなか近づけない方がいい。うん、だから、ティーツリーオイルも油を含んでんだけど、ティーツリーオイルに関しては、いわゆる白癬菌ね、水虫、陰菌タムシにすごく効果があるとされてる、オーストラリアの、オーストラリアやニュージーランドによく生えてる植物なんだけど、それもすごくその、体の殺菌能力もあるし、多分肌の免疫状態も良くなるのかなという。で、俺ちょっとニキビできちゃったし、この入浴剤切れたんで、高いんだけどね、これ買うのね、普通の入浴剤より3倍とまではいかないけど、2倍、2.5、6倍ぐらいするのね、値段的にね。だけど、ちょっとかゆいの嫌だし、その白癬菌の退治をしたいんで、ユーカリ、これ前回使ってみて、ちょっとだいぶ改善したんで、陰菌タムシ、まあ、白癬菌の関係ね。カビのこと、体のカビね。だから、水虫ね。そういうのに、もしかして効果あるのかなと思って、インドの、その治癒法ではあるんだけど、この、香りのためではなくて、実は、肌荒れのために、肌荒れっていうか、まあ、いわゆる水虫退治のために、これ、ちょっと奮発して買っちゃったっていう。もったいないかな、もったいなくないかなと思うんだけど、まあ、基本的に俺、ズボラな性格っていうか、完璧に、発達障害的ぐらいに、部屋の整理整頓どころか、片付けとかな、そういうのとっても苦手な、その性格があるんで、まあ、生まれつきなのかどうかわかんない、生い立ちからなのかはな、とっても部屋散らかってて、本当は、足の踏み場ないぐらいなんだ。だから、そういう人たちから見れば、まあ、そういう人たちとか、まあ、ホームレスの人たちから見れば、じゃなくて、ホームレスの人はもっと整理整頓してるかもしれないしね。だから、全然関係ない、まあ、整理整頓が上手な生活をしてる人たちから見れば、
俺はもしかしてホームレスと同じ扱いを受けてるのか、山本は道で寝てるぞっていうな、そういう言いふらされ方を海外でされてるそうなんだな、アメリカとかな、あいつホームレスで道で寝てるミュージシャンだぜっていうな、そうらしいんだな。で、まあホームレスの人に対して偏見を持つのも悪いし、まあだけど俺は一応家賃払って住んでるんでホームレスではないんだな。で、まあ別に偏見はないよ、ホームレスの人。あと、あのホームレスの人が俺にホームレスの濡れ衣っていうかな、ホームレスの身代わりになるつもりはないから。それと、あの何遍も言うけど、ディズニー関係がやってんのかな、俺にゲイの身代わりをさせといて、俺がゲイ、オカマちゃんキャラっていうことにして、身代わりをさせといてな、ゲイの団体かな。で、俺がゲイの運動を肩代わりしてやるっていうな、そんな契約した覚えないし、将来さしてやろうっていう圧力かかってんだろうけど、それに関してはリリさんっていうな、 RYRY って大文字で書くんだけど、日本でレコード出して、まあ英語で歌ってて、歌のすごい上手な、まあなんだか、アーモンドアイズの、あのかわいらしいギャルっぽい、ギャルとは違うんだな、日本のギャルとはちょっと歌の感じが、まあどっちか言うとあれだな、あのビヨンセに憧れてるらしいんだけど、俺デスティニーズチャイルドか、あれ発音難しいな、デスティニーズチャイルドか、デスチャって、あの短縮して日本人言うんだけど、デスティニーズチャイルドな、もう発音難しいな、俺そんなにネイティブな英語発音できないって、デスティニーズチャイルドな、デスティニーズチャイルドっていう3人組にボーカルグループにいた、あのビヨンセさんっていう女の子にの歌い方にすごく影響を受けてる。英語歌うまいし、歌も上手なリリーっていう日本人だと思うんだけど、まあ日本で活躍する女の子いるんだけど、めっちゃ歌うまい。あの、可愛いしな。まあ、アーモンドアイズの女の子と長いことよく付き合ってたから、あの、こいつアーモンドアイズなら、絶対この女を餌に使えばって言って、ディズニーっていう、まあ、ディズニーの悪口言うつもりはない。ディズニーが好きな人の悪口を言うつもりはないよ。ディズニーキャラ好きなんだよね。あのアニメ好きなんだよねっていう人の、あの、悪口言うつもりはないけど、ディズニーっていう会社はとっても LGBTQ 運動を推進してる会社なんで、あの、社長かな？現在の。まあ、変わったかもしれないけど、まあ、経営としてはな。ディズニーが、あの、唾つけちゃったんだな、リリーさんにな。で、山本を、あの、取り込むには、リリーを餌にすりゃいいし、そうすりゃディズニーもこっちのもんだ。だからディズニーね、あの、すごいでっかい会社で、世界中で有名じゃん。ディズニーキャラ嫌いな女の子とか子供少ないかもしんないけど、俺はそんなに関係ないんだな、普段の生活でね。で、あの、ディズニーがすごく圧力かけてんのかな。同性愛運動したいがために俺に濡れ衣を着せてな、俺に身代わりをさしてな。そういう、俺とは一言もディズニーとは契約の話をしたことがないけど、将来的にリリーさんに色気を使って、あの、色気っていうかな、なんていうの、枕営業的な、そういう、なんかな、アンダーザウォーターって水面下の取引、差しちゃおうぜ。こっちに取り込んじゃおうぜ。ちょっと使えるんじゃねえか。山本の英語字幕を、あの、オカマちゃん言葉にしちゃって、男が好きなオカマちゃんキャラにしちゃって、ちょっといいように使ってやろうぜってやつが、いや、俺、君が、あの、同性愛者だろうとなんだろうと、俺は嫌悪感を示さないんだけど、俺はそんなビジネスの契約の話をしたこともないのに、肝心な話をしてるときに、同性愛者を思わせるような字幕を、思わせるか、もう完璧に俺の字幕同性愛者になってんだよ、英語字幕がな。で、ディズニーなのかどうなのかわかんない。もう一つ疑わしいのは、
プロレス団体な。日本のプロレス団体がそうなのかどうかは知んないけど、アメリカのプロレス団体の連中っていうのは、かなり同性愛者多いらしいんだよ。まあ、パーセンテージでどのくらいかわかんない。全員が同性愛者かどうかがね、プロレス団体の連中な。で、山本結構被いてるロックンロールの、まあ、ハードコアパンクスとかな。そう、さっきの話戻るけど、タトゥーが入ってそうな、プロレス団体みたいな、あの、格好した音楽グループとも友達いるらしいぞ。そこら辺の脅迫をすれば、プロレス団体の連中の奴らの同性愛運動に利用できるんじゃね？一言も言われたことねえけどな。俺にな、相談、契約書にサインもしてない。で、身代わりさせちゃうぜ、山本にな、っていうな。俺、基本的に最終的には女の子の奥さん欲しいし、女の子とセックスしたいっていうか、まあ、それ、俺は女の子好きだから、若かろうか、年寄りだろうか、まあ、好きなの知ってるよな、みんなな。女の子の裸好きだよな。だから、セクシャリティは、ジェネラルなんだよ。全然男とセックスしたいっていう、思考はないのね。だけど、その濡れ衣って言っちゃ悪いんだけどな。君が同性愛者だからって、恥ずべきことでも何でもないんだけど、お金の力によって、俺の YouTube の再生回数とかを操作してるっていうか、リリーさんに唾つけるのはいいとして、俺にまで唾つけんなよって感じなんだ。だから、その RY、RY っていう、大文字で書くんだけど、日本国籍なのかどうか知んないけど、リリっていう日本語も喋れる、アジア系の可愛い女の子。歌が上手いなぁと思って聞いてたし、スタッフもいいのついてるなぁと思ってたんだけど、ちょっとこれまずいんじゃないかと思ったんだな。ちょっとこれやり口卑怯なビジネスに絡んでるぞと思って。で、まあ、俺はちょっと、まあ、陰金保し直したいんで。あと、もう一つなんか、あれ、どこやったかな。まあ、これね。これも、柿渋ボディーソープね。柿の葉っぱとか柿渋に関しては、とっても、肌荒れにいいらしいし、実は試験管っていうか、ビーカーの中では、初期のコロナウイルスも殺したんだな。柿渋っていうのがな。これ大事、柿な。で、リリさんのお母さんが、コロナウイルスにかかったかもしれないって時も、俺アドバイスして、柿の葉ちゃいいんじゃないって言ったのに、リリーさんはファンの集いでの発言では、最近免疫力上げるのに、桑の葉ちゃ飲んでんだよね、とか言うんだよ。で、桑の葉ちゃ免疫力上がるのかなと思って、ドラッグストアで買って飲んでみたんだけど、よく読まずに、で、おしっこ我慢できなくなるんだな。あれっていうのは、利尿剤で桑の葉茶っていうのはな、おしっこ出すための、利尿剤、利尿作用があるんだよ。で、とっても甘いもんが好きな人にとって、血糖値が上がってな、糖尿病予備軍とかな、そういう人たち用の、薬用植物で、免疫力が上がるっていう効果はないんだけど、まあ、柿渋な柿の葉っぱとかな、渋柿とかの成分。そこら辺は、免疫力も上がるし、お茶にして飲んでもな、柿の葉のお茶とかな。あと、これのボディーソープで洗ったり、本当は柿渋の入浴剤が欲しかったんだけど、柿でいいからな。ユーカリとか、オーストラリアの方に行かなきゃないから、柿渋の入浴剤使ってるって言ったんだけど、そこのドラッグストアには柿渋の入浴剤はなくて、ボディーソープがあったから、体洗うのにな。香りがいいとか、そんなことを、それに付随するな。そういうことはあんまり規定してなくて、かゆいのなんとかしたいっていうのもあるんだけどな。あんまり、お化粧タイムに、メイクアップタイムにすごく時間かけたいとか思ってないんで、まあ、風呂はちゃんと入んなきゃ、ちょっとかゆいのなんとかなんねえし、そういうことね。わかった。ちょっと、即興で話したけど、シナリオなしでな。ちょっと話が、空白時間あったかもしんないけど、BGM つけるんで、
まあいろいろ長い話ですけど、普段の生活の中で分かっていただきたいことね。あんたの身代わりには なりたくねえしっていう気持ちもあるしね。だからまあ君がそういう運動とってもしたくってやりたいんならやれよ、君がな、お前がやれよって感じ。俺は身代わりにならないぞっていうな、ならない。山本っていう人間は、辛い山本の人間は、君の身代わりになってまで、犠牲者になってまでな。え、それ俺ジーザスクライストみたいに、サクリファイス、犠牲者になって、あの神として崇められたいかっていうと、そんなことない。俺あの体の水虫というか、インキンタムシを治したくてしょうがないっていうのが現状なんです。よろしくね。